はい、今回の動画はエネルギーヴァンパイア女性編ということで、これ僕過去にもね、何人の方がね、そういう状態だなっていうふうにね、あったんですけども、僕が、逆に言うと僕が、あ、この人いい女性だな、素敵な女性だなとか、そういうちょっと判断で使うみたいなのがあって、それは、女性がなんか、やっぱこう、ね、コミュニケーションというか、僕となんかこう、お話ししたりするじゃないですか、こう、いろいろその恋愛とか。そうすると、僕が別に聞いてもないのに、すごい浮気されたとか、何股されたとか、なんか過去になんかすごい性被害に遭ったとか、そういう自分はなんか全然悪くないのに、すごいこういうことあったみたいなのを、僕が聞いてもないのに、もうすごくお話しされる方って結構いたりするんですよ。で、まあ、でもそういうことだったら、普通はまあやっぱ、大丈夫？辛かったね？とか、そういうふうになるじゃないですか。大丈夫？みたいななるじゃないですか。で、大丈夫？みたいになるじゃないですかっていうか、そうせざるを得ないじゃないですか。だから、そういう風な形でエネルギーをこう取ってるんですよね。こういうことを言うとね、世の中の女性から非難されるかもしれないですけども、だから僕は、だから、そこで結構この人はっていう。僕はだから結構なんていうんですかね、そもそも、そういうのをこう、やっぱやっぱ自分は被害者ですっていうか、まあそういうのを、なんつうんだろう。そこで結構見てるというか。例えばだって、今って自由恋愛じゃないですか。で、その男の人を見るっていうのも、自分の目で見てるわけじゃないですか。自分の目で見て、自分で判断して、ね、お付き合いされてるわけじゃないですか。それをなんか、さも、なんか自分はもう自分だけみたいな、相手は浮気する人だったみたいな。だから、でもその人を選んだのはでも自分じゃないですか。で、なんか、ね、お金がどうとか、暴力がどうとか、いろいろあるかもしれないですけども、だったら、もしそれが発覚したら、もうそれでね、さよならってすればいいだけじゃないですか。そこで止めればいいじゃないですか。そこからね、何度も何度も浮気されたとか、なんか嫌なことされたって。で、そこ続けてるのは、でも、ご本人じゃないですか。だから、そういうのを、こう、ね、僕は聞いてもないのに、ね、こうベラ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 喋るっていうのは、っていうふうに僕はちょっと思っちゃうタイプなんですね、結構。で、そこね、そうなったらね、普通だったら、ひどいね、そんなことひどいね、みたいな、大丈夫ってね、言わざるを得ないじゃないですか。だから言わざるを得ないことをもう分かった上でもう話されてるっていうか。で、だから、そういうのはありますよね。だから、そこは本当、まあ男性の方は男性でね、気をつけてほしいし、女性の方は女性でね、気をつけてほしいなって僕はちょっと思いますね。だから、女性の方は女性で無意識に、そうね、そういうことを、話してんのかわかんないです。意図的にそういうふうに言ったら、こっちにね、気を使ってくれるって意図的に考えてやってるのかわかんないですけども、で、男性は男性でそこでね、なんか、この人、ああ、そうなんだなとか、そういう判断というか、判断能力というか、盲目的に、あ、かわいそうだ、ね、っていうふうにね、そういう判断能力も養っていかなきゃいけないかなっていうふうに、ちょっと僕は思ってはいます。でも正直今僕、オブラートに喋ってるんですよ。オブラートに。オブラートにすごく。だから僕、不特定多数の人が見るところだから、僕はあんまりね、結構厳しいことは言えないです、正直。だって結構そういう人いるんです、本当に。本当にいるんで、そういう人は別に聞いてないとは思いますけど、あら、私のことだとかね、そういうふうになってもあれですし、そうなんですよ。だから、
まあ、僕はオブラートに言ってますけど、だから結局エネルギーヴァンパイアって、良かれと思ってやってるパターンもあるし、いや、自分はこんだけすごい嫌な思いをしてきました。自分は悪くないのになんかこんなことされましたみたいなのを言って、こう気を引くみたいな、そのパターンがあるので、で、そこをね、そこですごい、大丈夫大丈夫って言うと自分のエネルギーどん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 持ってかれてしまうので、だからそういう癖というか、そういう自分のその癖みたいな、やっぱ直していかないと、だから奪わないように直していかないといけないし、奪われないように直していかないといけないと思うんですね。そうしないと、いいエネルギー循環になっていかないと思うんですよ。で、お互いにいいエネルギー循環のその関係性って大事だと思うんですね。それは恋人だけじゃなく、友達とか友人もそうだけれども、結局、こっちに向いてほしいんですよ。向いてほしいエネルギーで、エネルギーを奪ってくるっていうのがあるので、で、僕は正直、オブラートに言ってるんで、多分、何のこっちゃ言ってるのか分かんない人は分かんないし、ちょっと分かる人もいるだろうし、すごく分かる人もいるだろうし、そういうふうな形で僕は今喋ってます。なぜなら、不特定多数の、人が見てるところで、理解度の、ね、この深さ、浅さとかで、あまりきついこと言っちゃったときに、本当のその僕の真意が伝わらず、なんだこれ、ふざけんなみたいなふうに思う、人もいるでしょうし、そんなの、申し訳ないんで逆に。僕は嫌われるとか全然いいんですけども、本当に、伝えたい情報なんで。だから、本当にね、知りたいっていうか、まあ、この人だったら、わかるだろうなっていう人じゃないと、やっぱ、深いことって伝えられない、まあ時代って言ったらあれですけども、時代関係ないのかな、でも、やっぱり理解度がやっぱ違ってくるんで、何でもそうなんですけど、世の中の出来事。だって普通に僕は 3S 政策だとか、なんか、ね、そんなこと言っても、わかんない人はわかんないし、わかってる人は、あ、って思うし、すごいわかってる人は、あ、本当、おっしゃる通りだみたいなのもあるかもしれないし、まあいろいろあるんですよね。だから、なかなかね、だから僕は正直政見放送とかでも、わかる人にはわかるように、メッセージ発信してるし、で、そこでね、知りたいっていう人に対して僕はね、話したりするけど、正直そういう人、全然いないです。正直ね、本当悲しいからそういう人ね、全然いないですね。だから、ほとんどがそのチンコだマンコだみたいな、後藤輝基、なんか過激になんかちょっと変なやつだみたいなんで、そっちになっちゃってるけど、本当に僕の伝えたいことを僕は本当に伝えられてない状態。でも、本当に求めてる人に対しては僕本当に熱く話していくけど、そうじゃない人に話しても、この熱量って本当伝わらないんですよ。何言ってんのかなみたいなとかもあるし、多分反感買うこともあるし、機嫌が悪くなることもあるだろうし、だから本当に僕は絶望を感じてるのは、その僕の本当に投げたメッセージを受け取ってくれる人がもうあまりにも少ない。ちょっと話す通りと申し訳ないんですけど、だから僕はスクリーニングして僕が発信してる情報にちゃんとキャッチして、一緒にやっていこうっていう人があまりにも少なすぎて、本当に絶望してるんですね。まあ絶望してる中、まあ、道化演じてるって言ったらちょっと言い過ぎですけども、そういうね、まあ、僕、ひょうひょうとしてね、なんか、ヘラヘラやってますけども、ヘラヘラやってはないですよ。ヘラヘラやってるように見えますけども、本当にね、世の中のことを考えて、自分ができることを本当に死力を尽くして、本当に捨て身死ぬ気で毎日一生懸命やってるんですね。なんかね、ルナシーさんのね、歌歌ってて、なんか、いい気なもんだなって思ってる人もいるかもしれないですけども、本当に、そういう状態なんですね。だから選挙でね、もうこれ立候補してるのも本当に奇跡というか、本当に、ストイックにね、身を削って、もう本当に日々精進して、その結果、出させていただいてるような状態で、
で、お金どうしたんですかみたいな。どうやって出てるんですかとか。そういう次元の話じゃないですよね。そういう次元の話じゃないんですっていうことにもね、ちょっと噛みつくっていうか、なんかね、もう引っかかる人もいるかもしれないですけど、だから僕はただ、だから、何も考えてないって言ったら何も考えてないで、また引っかかる人もいるかもしれないですけど、正直だから、世の中良くしたいって行動して、そしたら、本当に必要なものが、必要な分だけ整っていくっていう感じなんですよ。本当に。そうなんですよ。だから、僕も正直わかんないです。だからなんかね、そういう、お米くれたり、ね、なんか司令官が例えばジャガイモ持ってきてくれたりとか。それ別に僕はね、持ってきてほしいとか言ってるわけじゃないんですよ。で、なんかたまたま来てそれを受け入れて、そういうご縁を大事にして、なんかこう、生かしてね、なるべくそのね、無駄のないように、全部が生きるように、調和しながら前に進んだ結果、前に進めてるだけで、そういう感じなんですよ。本当にこれね、わかる人にはわかるし、わかんない人はわかんないんですよ。だって、わかんない人はだから結局お金がいくらあるからじゃあ選挙に出れるみたいに計算するんじゃないですか。選挙に出るからお金がついてくるって感じなんです。本当にこれは。もちろん多少の計算はするけど、将来が安定してるからじゃあやろうって言ったらみんなやるじゃないですか、そんな。僕将来なんて安定とか不安定とかもう全然考えてないんですよ。だからもう死ぬ気だから。死ぬ気で捨て身で僕やってるわけですから。本当に何も考えてないです。ただただ良くしようとか。だからなんで肌のしくでなんで出てるんですかって。肌のしに腰で捨ててやんなきゃいけないんですかって。それ今回言われてないけど、血の死とかでも言われたことありますよ。でも別に何にそれって僕は正直思うし。いや、僕はだから世の中良くしたいって思ってて、たまたま選挙が、たまたまっていうか選挙があるから出てるだけで。それだけなんですよ。本当に。だからなんか腰を据えてって、僕は、だからその、質問自体が意味がわかんないです、正直。意味はわかりますよ。意味はわかりますけど、そこに固執してる意味がよくわかんないです。だから、その、大谷翔平さんが、例えば、北海道でね、やられてましたけど、ずっとそこでやんなきゃいけないわけでもないですし、ね、いろんなね、チームに行かれること、別に全然、普通じゃないですか。でも、政治になると、一つのところでなんかやんなきゃいけないみたいな。だっていい政治をすればいいだけじゃないですか。いい野球をすればいいだけじゃないですか。いいサッカーをすればいいだけじゃないですか。もちろんそこのね、チーム、そこの地域を愛するってことは大切ですけど、別にそれって、長い年月とか、別に必ずしも必要じゃないと思うし、それを愛することが仕事じゃないじゃないですか。いい政治をする、いい野球をするとかが、仕事じゃないですか。ちょっと話取れちゃったんで、ちょっと戻しますけども。なので、バンパイア。エネルギーバンパイアからの話か。なんでこんなところに飛んじゃったのか、ちょっとよくわかんないですけども。ちょっとまあ、よくわかんないっていうのは、本当はわかりますよ。わかるけど、ちょっとたどっていくと時間かかるから、割愛しますけど。あ、そうそう。だから、オブラートに僕は話してるんで、わかる人にはわかるし、わかんない人はわかんないですよ。で、僕も、正直僕の活動してて、わかる人にはわかるし、わかんない人にはわかんないんですよ、正直。だから本当に絶望感じてるんだけど、でもね、絶望感じたからといって、じゃあもう死ぬか生きるしかないんで、やれるところまでやってるだけなんですよ、本当に。ただただ、そうそう、保身を考えず、ただただやってるだけなんですよ。そんな感じです、本当に。はい。ということでね、ちょっと話逸れちゃったんですけども、エネルギーヴァンパイア女性編の話でした。いつもご視聴ありがとうございます。感謝です。皆様、愛してます。